こんばんは。私はすぐイライラしてしまいます。さらにイライラが収まらずやり返しをしてしまいます。例えば満員電車で理不尽に肘鉄されたのでやり返したり、仕事で理不尽なこともきっぱり言ってしまいます。美容師院でも最低な対応された時ホットペッパーの口コミを書いてしまいました。イライラが収まらずストレスが溜めていく一方です。解消法はないですかっていうことなんですが、怒りを確かに相手にぶつけるって悪いことではないんですよ。悪いことはないんだけれども、実は怒りの感情ってね、すごい大事な使い方がありまして、怒りをですね相手にぶつけるのってすごくもったいなくて、怒りを感じている時って人間って脳の処理能力がめっちゃ上がってるんですよ。だから怒ってる時の方が仕事ではかどるんですよ。いやムカつくわあいつみたいな、いやほんとあいつにね、とはふかしてやりてえから勉強しようとか頑張ろうとかって思って仕事をすると、その方がはかどるわけですよ。つまり何が言いたいかっていうと、怒りの感情は自分の仕事のブースターなんで、怒ってる時ほど自分の仕事に集中した方がはるかにいい成果が上げられるわけですよ。相手を叩き潰しても片手間に潰せる相手とか人に任せられる相手だったらいいけど、そうじゃない相手って自分が労力を使って潰しても、まあ実は一円の得意もならないんですよね。怒った相手にやり返したところで自分に得がなくて、その怒ってる間に脳の処理能力が上がってる間に他のことをやって儲かった方が得なんじゃないかなってことが分かったら、わざわざやり返せなくなると思いますけどね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。